バトルステーション、パシフィックは、アクションゲーム、シューティングゲーム、リアルタイムストラテジーの3ジャンルを一つにまとめ、大東亜戦争の開戦と空戦を舞台とする、バトルステーションズシリーズの第2作目。開発元は、イギリスのゲーム会社アイドスの子会社、アイドスハンガリー。通称は公式、非公式問わず、バトルステーションズに、前作のように略して、バトステに、 BSP あるいは副大のパシフィック等。北米では2009年5月12日に Windows 版 Xbox360 版を同時発売。日本語版は Xbox360 版が2009年5月28日にスパイクから発売。日本語 Windows 版は現在発売は予定されていない。一式立行に搭載されたオーカ トレーラー・ムービーにもほぼ同じ姿で登場している、九州飛行機、神殿終戦まで正式化は間に合わなかった。本作のキャンペーンモードのステージ総数は約30と、前作の倍以上のボリュームとなった。前作でのキャンペーンモードは、米軍側からの視点のみであったのに対し、本作から、日本軍視点のストーリーも用意されている。ミッドウェイ海戦から、 沖縄の戦いまでの大東は戦争後半を題材としているため、王家や回転のような特攻兵器が登場。さらには、神殿のような実戦に間に合わなかった未成期も登場する。三種類のジャンルを一つにしたということで少々複雑な印象を受ける本シリーズだが、基本的にリアルタイムストラテジーの要素を持つシューティングゲームである。 ただし空中戦と回戦のテースとは大きく異なるので、それぞれの特徴とシステムを解説する。航空機を操縦し、一般的なフライトゲームと似た操作感である。航空機は速度が速いため、ステージ開始後、最も早く航線に入ることが多い。近作から戦闘機に装備できるロケット弾が加わり、対艦攻撃が容易になっている。 また前作ではほとんどダメージにならなかった敵艦への体当たりに攻撃力が設定され、日本軍では体当たりを専門とする、神風特攻隊が存在する。また、作戦中にも、空母や味方の滑走路、港、一部の巡洋艦、戦艦、潜水艦から出撃させることができ、ほとんどのミッションに出現するため航空機は最も見かけやすいユニットとなるだろう。 本シリーズでは、海戦の花形として位置づけられており、操作する機会も多い。艦船の移動、攻撃すべてを担当し、敵に対して有利な位置を取り、相手が潜水艦であれば、爆雷を投下して、それに対処し、艦艇には砲撃と魚雷。航空機には、機関銃と、対空砲で応戦することとなる。また、 航空機にない要素として、艦艇の修理がある。攻撃を受ければ、船は損傷し、武装を破壊されれば攻撃ができなくなり、浸水が発生すれば、速力に影響が出て、最悪期間が停止。沈没につながる。プレイヤーは状況に応じて、修理班を臨機応変に配備しなくてはならない。一部の艦艇は、偵察機を発信できる。 基本的に操作は通常の艦船と同じだが潜水艦という性質上よりストラテジックでスリーリングな要素を持っている。装備する魚雷は高い攻撃力を持っており数本命中させれば大型艦すら撃沈することが可能だが防御力が弱く浮上した状態では昇降警報一発の被弾で先行不能に陥りかねない。潜水中であっても 水中スピードが遅く、爆雷で簡単に撃沈されてしまうため、特に駆逐艦や魚雷艇、対戦哨戒機などは天敵である。また、前作に続き、酸素の概念があり、長時間の連続した潜水は、不可能である。そのため潜水、浮上のタイミングを誤ると、敵艦隊のど真ん中や、敵艦の目の前で、 強制浮上してしまい、無防備な姿をさらけ出す危険がある。潜水中は敵から発見されにくいが、駆逐艦にはソナーが装備されているため、一び発見されてしまうと、限界深度を超えて潜らないと追跡を振り切るのは難しく、限界深度では潜っているだけで船体にダメージが入ってしまう。潜水艦操作時は、接近、攻撃、離脱と、それぞれに、 慎重さと敵の意表をつく大胆さ、そして何よりも自分の潜水艦の性能を知り尽くしていることが要求される。本作で新たに加わった要素。大型輸送船から発進する小型の輸送艇、及び戦車揚陸艦などで敵の司令部所在地に上陸し、占領することが可能になった。戦闘向けの艦艇ではないため打撃力や、 対空能力に圧倒的に欠けており、航空機にさえ大口径の機銃からはダメージを受ける。輸送船は、通常の艦艇と全く同じ扱いであるが、陸上部隊の操作はできないため、接岸直前から先は自動操作になる。輸送機からの空挺効果も、揚陸作戦に含まれる。こちらは、飛行機であるため移動速度に優れるが、軽装備の不評であるため、 占領には時間がかかる。このゲームでは航空機を発進した最一部例外を除いて3機ずつで行動する。マップやコマンドメニューから攻撃を指示することができ、複数の攻撃部隊をフルに使うことができる。雷撃や爆撃の精度は高いが、ドッグファイトは無駄な回避軌道を取ったり味方を射線から外す軌道をしたり、艦隊への指示も精度が、 プレイヤーが操作するより精度が下がったりする。シナリオモードは、それぞれの陣営から、同じ戦場を見るのではなく、両者とも独立したシナリオとして進行する。アメリカ側のキャンペーンは大まかにではあるが、史実に沿ったシナリオになるのに対して、日本軍キャンペーンは、もし、日本軍が、ミッドウェー海戦に勝利していたらその先はどうなるか、というテーマで進行する。 そのため上機の神殿のような未完成の機体も戦場に投入されることとなる。前作は隔離サーバーにより国外のユーザーとの対戦ができなかったが本作では最大8人でのグローバルゲームが可能である。前作同様マルチプレイ特有のステージがあるという。熊急来劇巡洋艦長山戸急戦艦中島 G5N 深山、アラスカ級、モンタナ級、 p 5 1マスタング。ありがとうございます。